あれは猫、キャット、下界の愛玩動物ですね。危険度は D と。駄菓子をトッピングに使う人が多いのよ。へえ。そのまま食べても美味しいのに、料理の材料にしてもいいなんて、天は時として二物を与える。まさに神のいたずらね。安上がりな神だ。ちょっとお金貸してくんない？何ですかこの人。財布がなくて困ってたんだよね。初対面の人にいきなり。下界ではこれが普通なのでしょうか。ああ安心して、ちゃんと返すから。この自販機で当たり引いて帰ってくるか。未確定、しかも現物。ああ、この人黙ってると本当可愛い。とか思ってんだろ。何言ってんのトー君、やめてよそういうの。言って言って、俺には隠すな。だからできた。おおじさん。私ヤンキーに絡まれてる最中でした。ヤンキー？ほらこの人です。下界に来ていきなりこんなことになるなんて驚きましたが、私絶対この人を改心させて。完璧だ。え？文句のつけどころが見つからねえ。こんな短時間で抜かれたの、おじさん初めてだよ。なんかエッチだな。うん。おっといけねえ。天馬先輩がそんな簡単に屈するはずがありません。確かに手強かったわ。でもデビルズアクションの前には圧倒的無力。デビルズアクション、これがその証よ。ホワイトレース、もはやガブリールを。アジさん、トー君大丈夫？トー君、あのさ、今日は僕がおごるからさ。ココナッツ。あ、さやちゃんのその浴衣、そっちの方がよっぽど似合ってるけどね。どうしたの？そう、似合っちゃってる。ちょっとさやちゃん、痛い。あんたいつもそればっかり。月の瀬先輩。あれ、タプリスもいたんだ。どうしたのこんなところで。え、それは私のセリフです。あまりこちらの天使の先輩にご迷惑をかけては。いや、リーネはあくまだけど。